根性。 頼むぜ。来年の選考会まで、なあお前、練習もういいから。すんません。ちょっとその、当たり前だろ。ダメだ、やっぱり嘘。俺この間から膝一マックスに塗ってもシップしても痛みが引かねえ。もう当たり前だろ、治るの待つ前に根性で。来年にな、日本一を決める。俺はそこで勝たなきゃ。膝のこと内緒な。ほっときゃ痛み。俺のことはいいから。よし、今日も任せと決定。まれにしかない箱だ、ぜひ回収してくれ。敵2体を捕捉、弱い相手だ。やっ、手を緩めるな。決めんぞ。やるぞ。見事だ。しねえな。では探索に戻ろう。じゃ探索再開だね。
敵2体を捕捉。弱い相手。今なら。よっ。ラスト決めるよ。さすがだ敵を仕留めたぞ。リーダー、お願い。この気を。やり。中身もらっ。お、シャドウだ。邪魔すんなっての。どうする。来い。まだいけちゃうけどね。階段見っけ。やった。
よし、うまく避けたら。今なら火炎が弱点だ。よっ、使い毒か。ヘルソナー、やるぞ、ジュンペイ。その調子だ、ユリ。お前に任せた。ここは来い、セーフだ。ナイスだ、敵を撃破。ネコバカ、おしまい。やりえい、決まったな。ナイスオレ。シャドウいたよ。敵は2体、今なら先制できる。ナイス、いい調子、いい攻撃だ。この場面ならベルトだ。どうかしないんだから。では探索に戻ろう。じゃ探索再開だね。うろうろしてやがる。俺っちの見せ場だ。ここはヘルソナ。よし、やりえ。敵がダウンした。敵がダウン。やり、いい攻撃だ。俺の出番か。頼んだ。了解、行くね。次はベルトだ。ダンスに容赦しないんだから。決まったな。ナイスオレ。あれ、ところ。俺っちの見せ場だな。いよ。敵がダウン。次よろしく。ここはリリム。ヘルメット。敵がダウン。アボン爆発。了解。氷結が弱点だ。来い。うっ、今だ。やり。行け。
ゆかりっち容赦しないだからさっきみたいに決めよう。このフロアは全て見終わったか、進むかどうかは敵さんか、楽な相手だ。ここは猫股敵がダウン。やりいい攻撃だ。リリムやり敵がダウンした。よし、やってやるぜ。俺の力でヘルメット。やるぞ、ジューペ。これでも食らえ。ほら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 、必殺のスイング。敵もチーム組んでる時あんじゃん。ぼーっとしてるから、この場面なら来て、セルトナ。あと1体叫ばなく強くためだと頼んだよ、全然任せなさい。手を緩めるな。いい感じだね。お疲れさんと。変なやついないといいけど。やらなきゃ。集中。俺の力で。やるぞ、ジュンペ。
決まったな。ナイスオレ。そうだな。うん。さて、お次はと。敵さんだね。どうする？楽な相手だ。猫バカ。ペルソナ！ナイス！息が倒した！任せとけ！解読か？ヘルメット！やるじゃん、ジョセ！突撃！次もさっきみたいに決めよう。はあ、シャドウって倒しても倒しても湧いてくるよね。引き金をペルソナ。敵がダウン。いいぞ、リーダー、お願い。どうする？猫の顔。よし、こんな気やり。行こう。バッチリじゃん。ねえ、あいつどこに。レアな相手だ。ここで仕留めろ。よし、見てろよ、俺の大活躍。やめろ、ジョセ。これでも食らえ。Thank you.
素晴らしい。楽しみ。ご用件を伺います。新たな…どのようなペルソナをご主…良い選択かと存じます。良い選択かと存じます。良い…どちらを継承なさいますか。なかなかの力を授楽しみでございますな。少々過ぎた力かと。こちらでよろしいですか。こ引き継ぐスキルをお選びください。いくらかは力を授けは始めるといたしましょう。こちらは強いペルソナです。こちらは強く引き継ぐスキルをお選びください。新たな力はさず始まります。少々過ぎた力かと。受けたまわりました。また。お疲れ様。ああ、君の意見を聞かせてもらう。一部の生徒が制服。そうだ、実にくだらない。規律からの脱却を自由と認識する実に。規律の緩和は秩序を崩壊させる。僕は無能な奴が嫌いだ。この言葉の意味さ。君は先に気をつけ。君か。
まあな。タルタロスの外まで見張ろうな。本音を言えば、私のペンテシレアでは情報収集はこの後。しかしペルソナの力というのは、何しろ次々とペルソナを変え、彼の能力には特別、まだ覚醒して間もないというの。確かに。しかしペルソナを使うのは俺たち自身、それを活かせるか。なでも待て、こんな敵は今。まさか。そう、他の3人。お待たせ。なんすか、敵っすか。タルタロスの外で詳しい状況はわからないが、先月出た外に出た敵は仕留め逃す影時間は大半のものにとってないものだ。そこで町を壊されたりすれば無事。まあ要は倒した。また秋彦はここで理事長な。冗談じゃない、俺も出る。まずは体を治す方が先。なん、彼らだって戦えるさ秋彦。もっとか。くそ。まあ仕方、現場の指揮。いや頼むぞ。ああ、つーくん、なんかお前、まあ別にいい。なら3人は先行して出発。ああ、りょ、じゃあ。今夜はま、なんか影時間に見る。ん？遅れ。いいか、情報のバックアップを。今日はここから。シャドウの位置は駅から少し行ったあたりに。そこまでは線路上を歩。え？心配ない、影時間には機械は止まる。無論これは特別、それに状況に変化が。よし、うわた、はあ、何そ。そこから約200メートル前方に停車。乗客に被害を出すわけにはいかない。今着いたんですけど。敵の反応は、まあ、3人とも。ま、覗かないでよ。ヘイヘイ。てか見えたらしょうが。順平、ここに埋めていこうか。これこの象徴でも普通。まあ、何が来るか。りょう、静かだな。あれ、なんだよ。なんか薄気味悪いね。現場の指揮、この状況。
baseline about to prove. But 迂闊に追うべきじゃない。なんでだよ。あんなてか俺危ない。腕を試すにはちょうどいい相手。ユニコーン。ユニコーン。敵を。はあ。見事だ。では探索に戻ろう。たく。こうなってはとにかく君らもい。もう。反応では何両か先へ行ってるだけ。ユニコーン。今なら。竹馬が敵を仕留めた。あとは任せて。どうする？ユニコーン。敵がダウン。ここはいい攻撃だ。攻撃。行こう。見事だ。では探索に戻ろう。これならもっと戦えそう。純平、なんか様子。やば、敵に囲まれ。純平！くそ！行くよ。電撃が弱点だ。疾風で弱点がつけるぞ。はあ、ユニコーン。よし、私行けるよ。敵がダウンした。頼んだ。任せとけ。水の力で。よし、これで敵がダウン。その調子だ。次は私。よし、やっちゃうから。やらなきゃ。いいよ。どうかしないんだから。はあ。見事だ。では探索に戻ろう。言わんこで。大つちょ。おい、敵の動きが急に。どうやら列車全体。まずい。いいか、さっきから戦闘車両に強い反応を感じ、行って倒し。くそ。どうする。よし、私行けるよ。頼む。階段準備。やってやる。行け。
ヘルメット敵がダウン準備をしてユニコーン任せて今ならベルトだやっちゃうかんねパワーだな次に進むぞこれほどの大物は初めてだな時間がない短期決戦で行くぞどうする仲間を呼んだか小賢しいここはペルソ引き金をお願いリオスカイドキャーヘルメットこのままじゃThank you.
次は来て、ペルソナ。使い時か、ヘルメ。今回はバックアップ、シャドウの反応はもうない。てか、ブレッ…またありがとう。ああ、つか、帰りなんか食ってか…俺だ。こちら現場だ。たった今モノレールにも目立った被害はない。ご苦労。いや、列車を乗ってられたと聞いたときは、これなら明日の朝刊に。彼らが一旦期間で驚くほど。しかしモノレールを乗ってるなんて。こちらでも。すい。とにかくまずはいつもこんな土壇場ま。私にもっと力があれば。気にしなくていい。そんなこと。真田君さ、というか幾月さん、まさか表に止めてあった自転車。明日、いや。